どうも、ふうへいです。ということで、今回は最強の能力を持ったペットを育てられる世界にやってきました。あれ、こいつが一匹目か。ちょっとじゃあ話しかけてみるか。なんだこの人。あ、この人はどうやらなんか最初のペットをくれる博士みたいな人だな。じゃあ強いペット欲しいな。はい、こんな感じで、あ、3つのアイテムもらったね。これがペットを育てるために必要な食べ物、そしてこれが1匹目のペット、鶏だ。めっちゃ弱そう。そしてここに書いてあるのが、このペットたちの作り方とかが載った本だね。今回ね、結構いろんなペットがいるんだよね。で、それぞれのバイオームのアイテムとかを使って作れると。で、さらにこの飴みたいのをあげて育てることで進化して特殊能力をゲットできるらしい。だからより強いペットを捕まえたいな。この人に話しかける限り無限にこのペットの餌みたいのもらえるわ。よし、これで結構ゲットできたね。なんで、じゃあまず召喚してみるか。いけ、ニワトリ。飴が欲しいらしい。食べ物を渡すと仲間になるんだけど、あ、すごい可愛い、ついてくる。どれぐらいで進化するんだ。結構食うなお前。うわー、来た。うわー、進化した。え、なになに。こうすると能力をゲットできるんだけど、あ、そこを壊してくれるんだ。ごめんな、弱そうとか言っちゃって。そしてここのチェストは、あ、なんか初期装備がいろいろと入ってるね。と、あとは、あ、これで名前つけられるっぽい。まだちょっと経験値ないからつけられないけど、なんかゲットするペットに名前つけてみようか。ということで、新たな俺の冒険の始まりだ。めっちゃ雨。なんだこいつ、なんかゾンビみたいなやつか。ん、いで、あ、攻撃してくるわ、ちゃんと。あ、でもなんか、こいつら、たくさんいるな。で、あ、こんな感じで、鶏も、一緒に戦ってくれるんだよね。ただ、全然攻撃力ないな。おー、でも倒してくれた。え、なんだこれ。あ、これは、ペットを作るのに必要なアイテムだね。この右側にね、ペットの作り方が書いてあるんだけど、そう、今回、これらの素材でペットを作ることができます。お、あ、うまくて、図鑑追加されてた。俺がゲットしたからか。お前は、なるほど。結構簡単に作れるんだな。そして特殊能力の効果も載ってるね。じゃあこれでね、全図鑑揃えたいよな。まずは、まあ、村があるんで、まあ、食べ物だったりゴーレム倒すか。よし、これで鉄もゲットできたね。じゃあ最初どうしようかな。本当にいろんなペットがいるけど、このペットいけそうじゃない。雪と雪バケツ、これね、すぐそこに雪山があるんだよね。え、待って、え、キノコ島もある。あ、多分ここの地方はペットが作りやすいようにいろんなバイオームが近いわ。いや、それは普通にありがたいね。よっしゃ、これでまずシャベル作って雪を掘りまくろう。よし、この雪をどんな感じだ、4つだっけ。あ、できた、雪ブロックにできて、あと足りないのなんだ。あ、バケツか。なるほど。まあ、ゴーレムの鉄でね、バケツ作れたんで、これは、あ、粉雪、ゲットしたね。さあ、もう早速2匹目が作れるんじゃないか、これで。はい、2匹目。こちら、フローフィーってやつらしい。召喚！あ、ちっちゃい。進化したらなんか、でかくなったりしないかな。どんな能力持ってんだろう。はい、あ、来た！あー、ちょっとでかくなった！え、ちょっと、今から図鑑読むぞ。で、こいつの能力を見る。どうやら敵モブの動きを遅くできるらしい。え、これめちゃめちゃいい能力じゃん。うわー、ちょっと早く名前つけて、ちょっとじゃあこいつに、いけ！うわー、なるほどなるほど。そんな感じで、あ、確かに相手の動きめちゃめちゃ遅くなってるな。え、強い！え、こんな感じで、今回いろんなペットを仲間にして、目標として、じゃあエンダードラゴンをね、倒していこうかな。そしてまあ、そこにキノコ島があるということで、そうすると、これ作れるよね。キノコと、あとこのキノコ島にあるブロックね。まあ近いし泳ぐか。これさ、来てくれる？あ、かわいい。なんかテクテク歩いてきてる。そして、キノコ島に到着と、ムーシュルームってキノコとか落とすっけ？あ、落とさないんだ。ただまあキノコもそこら中に生えてるね。はい。これで、あ、もう作る、あれ？あー、なるほど。この土を多分ゲットするにはシルクタッチが必要だ。じゃあまだここのアイテムは取れないな。あ、でも待って、ダークオークの苗木があればこのペットを作れるらしい。で、そこにあるね、ダークオーク多分。まずはやっぱ数を増やさないとね。それでね、どんな能力使うかも気になるしな。待って、ツツジ、あ、これもね、なんかあった気がする。これちょっと、これもシルクタッチか。はい、あ、シルクタッチっぽい。でもこれはダークウォークだよな。だからとりあえず葉っぱを刈りまくろう。お、オッケー、3つゲットした。ってことはこの苗木3つとこのキノコ1つでできた。なんだこれ、棒じゃん。スポーン、コ
ーバースみたいなやつゲットした。ちょっと想像がつかないけど、はい。かわいい。進化したらどんな見た目になるんだ。あ、これ座らせられるんだ。あ、座ってもかわいい。みんなよし、じゃあ進化させてみるか。なんかこのかわいさ保っててほしいな。どうだ、きた。全然違う。なんかフクロウみたいになったんだけど。ちょっとこいつの能力は？あー、俺が HP 低くなった時に回復してくれるらしい。あ、すごいいい効果。補助系のペットもいるらしいね。やばい、モブが多い。みんな助けて。みんなやられたりしないのかな、大丈夫かな。あ、でも、うん、意外と HP 多そう。やば、ちょっと剣壊れそう。これ一回拠点戻るか。確か剣とかもあったはず。はい、ここは、あ、替えの石剣とかあるね。そして、なんだこの自販機。あー、自販機でいろんなアイテムが交換できるっぽ。あ、シルクタッチあるわ。あとこれは？あ、これは、シルクタッチ付きのピッケルだ。あ、だったら糸で交換できるんだったら、ちょっと外にいるクモを倒してくるか。よし、まあ、これでもうシルクタッチ変えるね。あのね、たまーにね、この鶏の玉、俺に普通に当たるんだよね。よっしゃ、これで、かまどで鉄も焼きつつ、名前つけてっか。よっしゃ、鉄も焼けたんで、名前つけるか。じゃあまず君には、鶏デラックス。そして君は、アイスボックス。そしてこの中で一番成長がすごかった君は、成長期。よっしゃ、これで鉄のツルハシを作れたんで、交換するか。シルクタッチ付きの鉄のツルハシと、オッケー。これでまたいろんなペットがゲットできるんじゃないか。いや、でもいいね。なんか名前つけると愛着が湧くわ、みんな。よっしゃ、さっきゲットできなかったのキノコ島のところ行くか。さあ、じゃあこれでこの土は取れるのか。はい。あ、取れたー。いや、名前知らないんだよね。何これ。金糸。金糸。え、ちょ、よくわかんねえわ、これ。ただ、これで、作れるんじゃないか。きたー、めっちゃキノコ。はい。あ、でも、あ、かわいいかも。いや、でも、進化してかわいくなくなったらやだな。あ、おー、かわいいキノコになった。で、こいつの能力は、どうやら攻撃したら、相手を毒状態にできるらしい。いいね、相手に状態異常与えるの強そう。そして、まあ、シルクタッチゲットしたんで、これは、海だね。だったり、あ、これ氷とかさ、多分雪山にあるんじゃない？じゃ、まずなんか海探してみるか。なんかねえか。あ、海底神であった。いや、そうじゃない。よし、じゃあちょっと、もうちょい奥の方に行ってみようか。ちょっと俺あんま海に詳しくないんだけど、こういうチェストってなんか入ってないかな。あ、めっちゃ石炭。すげえ釣り竿入ってる。あ、ただサンゴ、あった、サンゴ。え、待って、めちゃめちゃキノコ島あるんだけど。このバイオームすごいな。え、そして、で、いや、サンゴに詳しくないんだけど、これ青色のサンゴってことでいいのかな。あとシーピクルスも多分ここら辺にあるよな。え、あ、シーピクルスあった。ん、これは、ん、これか。あ、全然違うわ。はい、オッケー、シーピクルスは取れた。あ、なるほど、サンゴも普通にこれとか。あ、そうだ、これだ、シーピクルスみたいに生えてるんだね。よいしょ、オッケー、これで一回戻ろうか。よっしゃ、シーピクルスに、サンゴに水バケツと。え、なんだこれ、魚なのかな。召喚、魚だ。大丈夫か。まあ、でも陸でも暮らせるっぽい。進化したら人型になったりしない？あ、ちょっとなんか珍しく逃げてる。え、あ、ちょいでかくなった。え、かわいい。サメになった。さあ、こいつは、あ、なるほど。水中呼吸がついてるね。で、さらに、水に潜った時に、おお、めちゃめちゃ水が明るく見えるね。まあ、だから水中戦かなり強くなったね。そしてじゃあ、この雪のやつも作りに行こうか。多分、氷ブロックだったら、あの雪山にあるはず。あ、あそこの頂上に氷ありそうだね。さあ、じゃあ、これを取って、いや、氷でも何種類かあるから、これで合ってるのかな。まあ、とりあえず一回作ってみるか。はい、どうだ？あ、やっぱ違う氷だ。普通の氷かな？あ、これ色が違う氷。こっちかもしれないな。さあ、これはどうだ？あれ？あ、どうやらこの普通の氷を、こうやって、あ、9個並べるとこういう氷の塊になるらしい。で、これっぽいね。そんな氷があったなんて。よっしゃ、これで、はい、氷の塊3つ作ったんで、どうだ？きたー！丸！なんだ？ちょっと、想像ができないペット、います。はい。なんだこれ？え？あ、真ん中のが本体か？ちっちゃくて可愛いね。これ進化したらどうなる？一番予想できない。あ！おー！単純にでかくなった！
いいね、かわいい。で、能力が、なんか氷を投げて攻撃するらしい。っていうのと、氷渡りの効果。だから、水の上が歩けるようになるっぽいね。すごい、でも、かわいい。これちょっと、戦ってみてよ。いけ。お!え、すごい!この範囲。めっちゃ広範囲じゃん。しかも強い、結構。いいね。どんどんペットが強くなってきてる。あ、すげえ。ほら、こんな感じで氷あたりもついてるね。で、あ、座るとかわいい。さあ、ということで、じゃあ次に作れるペットはどれだ?でも結構もういろんなペット作ったな。まあ、ペットの種類によっては、こういうネザーに行かないと作れないペットもいたりするね。あ、この花のペットとかすぐ作れそう。ちょっと花集めてみるか。まずこの白い花とこの青い花も使えるはずだね。この紫の花もあるね。あとは?あ、このなんか白い下向いてる花だね。こういう花あんま見ないよな。どこにあるんだろう。まあ、でもここら辺お花多いからすぐありそうだけどね。あ、これだー、見つけたー。なんて花?スズラン。よっしゃ、ってことで、アリウム、ヤグルマギク、フランスギクにスズラン。出た。めちゃめちゃ平和そうなペット出てきたな。初眼。お。こいつなんか花咲きそうじゃない?残りのペットたちはね、なんかどっか行っちゃうと怖いんで、今、基地でね、座らせてます。開花しろ!花のペット!おー!え、なんか目の前の花生えたんだけど、そういう能力ある?え、あ、ありそう。もうすごいすごいすごい。歩いた場所が、花咲いてる。なんとも平和的なペットなんだ。そうだね、花を開花させる能力と、防御するときに、ウィザーローズを周りに置くらしい。で、ウィザーローズって触れるとダメージ食らうからね。いや、恐ろしいな。実はとんでもない能力の持ち主だった。ま、あとは、こういう砂漠とかで、ゲットできそうなね、ペット。が数体と、まあ、あと洞窟とかかな、まあ、あと洞窟とかネザーとかだな。まあ、じゃあ一回ネザーに行く前に砂漠のペットだけゲットしに行っちゃおうか。あ、やっぱね、これ砂漠までの道がちゃんとできてるんだよね。まあ、今回はね、この名前をつけてない4体を連れてきました。あ、すごい、やっぱ毒食らわせてるわ。ほら、みんなも行ってきな。なので名前をつけたいと思います。まず君、キノコ。いや、マジでそれしか思いつかん。そして君、花子。そして君、太陽。周りがね、まるで太陽だからね。そして鮫島くん。よし、みんなで砂漠行こう。だからこんな感じで、あのペットを作るのに必要なバイオームがあるので、まあ、おそらくだけどこれ、あの古代都市も近くにあるね。まあ、そこで結構強い防具とかゲットすればいいかな。で、まずはこいつだね。この赤色の砂なので、はい、これとサボテンか。はい、ここにサボテンもあったね。よっしゃ、これでまた新たな仲間が増えるな。はい、え、またなんか間違えた俺。あ、違う、これ赤砂一つとテラコッタって書いてあるわ。じゃあメサか。何色だ、普通にこれでいいのかな。これか、これ何色。あ、この普通のテラコッタっていうアイテムがあるんだ。じゃあこれだな。はい、できた。なんだこれ、ちょっとまたよくわかんないの出てきた。はい、ん、恐竜みたいな感じ。ちょっとじゃあ進化させるか。なんか、うわー、でかくなった。おー、恐竜だ。あ、なんか一番頼りになりそうなやつ来たね。ただこっから夜の砂漠ってことで、いや、夜の砂漠はね、モブ多いぞ。で、次はこいつら。あ、でもこいつめちゃめちゃ簡単だな。枯れ木と、え、枯れ木、え、枯れ木ってどうやってゲットすんの。あ、待って、あ、恐竜、いいぞ。おお、突進だ。あ、そうだ、図鑑見てなかった。恐竜はやっぱ今みたいに攻撃するっていうのと、どうやら鉱石を壊せるらしい。すごくない？ちょっとそのシーンも見てみたいけど、まずはじゃあ砂取って、あ、危ねえ。あとサボテン取って、枯れ木ってどうやって回収するんだ。あ、待て待て待て、あ、こういう状態になってるじゃん。これはもうね、 HP が少ないよっていう合図なので、この飴をあげると、はい、 HP が回復すると。さっきからめっちゃ爆発してたけど、花子のウィザーローズだったな。お前一番平和そうに見えてとんでもねえな。あ、でどうやら枯れ木を入手するにはハサミが必要らしい。で、待って、そこに村あるじゃん、ラッキー。ここのゴーレムから鉄ゲットするか。よっしゃ、みんな行け、攻撃するんだ。どんな感じでみんな攻撃いって、え、あ、みんな助けてー。あ、待って待って、やばいやばいやばい、段差に弱すぎるうちのペット。
あ、え、一人落ちた。いいぞいいぞいいぞ、サメ島くん。え、サメ島くん攻撃速度速いんだけど。しかも攻撃するときなんかパクパクして可愛い。おお、よくやったサメ島くん。いや、それぞれ個性があっていいね。なんでハサミ作って、これで枯れ木を回収と。どんなペットだ。サソリみたいなやつ出てきた。いきます。はい。ん、ちっちゃいな。トカゲみたいな感じか。ちょっとさっきの、え、あ、一番変わらなかったね。よっしゃ、このトカゲみたいなやつの能力は、なんかサボテンを飛ばして攻撃するらしい。まあでもこういうなんか遠距離で攻撃してくれるのはすごい助かるな。だからちょっとどうこいつとか。いや、サメ島がマジで好戦的。あ、なんかやっぱ飛ばしてるわサボテンを。うちらマジでバランスがいいチームになってきたな。じゃあこれで一回ネザーに行っちゃおうかな。ネザーに行くときはなんかペット多分マグマに落ちるとやられちゃうんで、一回みんな家に置いてこうか。うん、すごい好戦的だな。よーし、じゃあこれで、はい、ネザー行けるね。ネザーにも作れるペットが3体ぐらいいるのかな。まあ、あと今回目標がね、エンドラ討伐なんで、まあ、ちゃんと要塞とかも見つけたいよね。あーつー、あ、しゅるしゅるしゅる、うわー、やばいし、あー久々にあんなに普通に死んだな。で、ここ玄武なんだけど、玄武でなんか作れるやついた気がする。あ、こいつだ。だからマグマバケツとマグマブロックとこの玄武岩かな。で、このネザーのモブは真ん中のこれちょっと違うんだよね。ネザー用のやつなので、あ、やっぱこの敵モブもちょっと違う。多分こいつがまた別のやつを落とすんじゃないかな。はい、あ、やっぱそうだ。なのでマグマブロックに玄武岩でマグマバケツ出た。おお、なんかやっぱネザーのペットはちょっと強いか。え、気のせいだった。いや、こいつでもめちゃめちゃ強いゴーレムになりそうじゃない。俺こいつ今までで一番お気に入り。いや、どんな姿になってくれる。あ、ちょっとでかくなったね。すごい。毎回ね、座り方ちょっと癖あるんだよな。こいつは、まあ、火炎耐性があるってのと、あ、ファイヤーボールを打てるらしい。じゃあ俺の護衛は任せたぞ。よし、じゃあまず、要塞探しに行こうか。あ、ソウルサンドとかもあるね。やべ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 。ガストとか倒せない。あ、でも、戦ってる。あっつ。おー、そんな感じで戦えるんだ。ただ、普通にガストがまずい。さすがにあそこの敵は届かないか。俺がやるしかない。ここよいしょー、オッケー、完璧。そしてもう一体のペットは確か、このソウルソイル二つと、この普通のソウルサンドを二つっていう、結構簡単な作り方だった気がする。これでどうだ？あ、できた！あ、こいつもちょっと似てない？ゴーレムっぽい感じ？でも、感情失ってる。なんだ？でもなんか尻尾みたいのも生えてんだよな。お、でかくなった！おお、なんか牛みたいになったね。ちょっと剣壊れそうなんで剣作って、こいつをちょっと図鑑で調べよう。あー、え、まあ、まず、俺が火炎耐性ついてる。この牛のおかげで。っていうのと、これ、乗れるわ。わ、すごいすごいすごい。で、あ、結構、いい感じ。あ、ふわっとなる。え、なんか、え、かわいい。いたたたたたたた。これめちゃめちゃ便利じゃん。だから、これでまあ要塞とかも簡単に見つけられる。え、これ一番いいモブかもしれない。しかも結構 HP も多いな。ただ、ちょっとネザーモブに狙われる。逃げろ逃げろ逃げろ。これでじゃあ要塞とか探しに行くか。まあ、あと赤森も見つけたんでキノコは取っとこう。残り一体がネザーのキノコで作れるペットだからね。青森もじゃあ見つけたいな。もうそして青森もあったね。これでもう一体も召喚できるな。まあ、ちょっと一応見てみるか。あ、待て、こいつ攻撃能力ないから、敵にね、一方的にやられちゃう。そして、これで、はい。ネザーのペット3体目。なんだこれ。キノコもカラフルだったから、こいつもカラフルだ。ん？あれ？でも一色だ。進化したらなんか半分半分になるのかな？どうだ？おお！めっちゃ普通の緑。で、能力が、この赤森とか青森にいると、なんか、あ、色変わった！なるほど！このバイオームによって色が変わるんだ。で、赤森とか青森にいると、今みたいな感じで、なんかランダムのアイテムをくれるらしい。これでさ、なんかエンダーアイとかくれないかな。どれぐらいの頻度で持ってきてくれるんだ。ん、なんか加えてない。あ、持ってきてくれる。何それ。あ、食べ物だ。うん、多分あんまいらないやつだこれ。あ、要塞あった。よしよし、よく見つけたぞ。で、まあ近くにいると、待って、え、嘘、落ちるんだけど。あ、意外と距離に限界あったんだ。え、こいつはしかも火炎耐性ないの？やばい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 。俺木しかないから、はい、木乗って
でまた、ああ一回でも中に乗ったらまた上に上がれるようになるわ。ちょっとお前はいてくれ。やっぱ火炎耐性大事だからね。うわーめっちゃ来たー。やばい、これどう捌く。俺は後ろに行きすぎるとマグマに落ちる。待って、これ死ぬか。回復間に合え。待て、あっぶねー。よっしゃ、これでブレイズロッドをゲットしよう。あ、火炎耐性ついてるからブレイズには負けないな。よし、これで OK、 ブレイズロッド集まったね。まあ、じゃあ次は廃要塞とか見つけようかな。そうすればピグリンと交易ができるようになるはず。あ、廃要塞あったね。ここでじゃあ金取ってこれ交易したいな。あ、エンダーパール早速出たね。これだったらいけるかもな。さあどれぐらい溜まった。待ってね、はい、あ、まだだ。あ、結構落ちてそう。どうだ。わー、オッケー、集まったね。これでじゃあ一旦現世に戻ろうか。え、あ、やっぱあったんだディープダーク。これ多分ね古代都市に繋がってるな。そしてずっと気になってたんだけど、この拠点前にあるこのでっけえ船みたいなやつ、この中になんか宝とかあったりするんじゃないの。ちょっと探索してみるか。いえー、なんかいる。え、なんかボスみたいのいいんだけど。いや助けて、やばい、ネーザーのペットしか持ってきてない。いや、ただいけるはず。どうだ。いいいいいい、あ、その火マジで強い。俺がじゃあ引き寄せるから行って。わあ、結構こいつの攻撃範囲でかい。あ、でもこのちっちゃいゴーレムみたいなやつがずっと攻撃し続けてくれるから、もう標的は、やばい、雨で回復してあげないと。やられちゃう。回復しろ。はいはいはい。あ、いや、やべ、すわせらしちゃった。よし、これで行って、で攻撃しないペットもいるからね。いや、ただこれでいけるか。よーし、おー、なんかいろいろゲットした。エンチャント金リンゴでかすぎ。いや、マジでよくやった。あ、ありがとうね。よっしゃ、これでまた一回ネザーのペット置いてこようか。よっしゃ、名前つけるか。もうこいつは思いつかなかったので牛太郎、牛に太郎をつけただけ。そして君は食べ物をよくくれるので八百屋で、君はゴーレムだな。もうマジでこの名前が頭から離れない。あ、ありがとうね。ということで、まあ、座らせといて古代都市の方に行ってこようかな。さあ、あー、ここね。じゃあ古代都市に行く前に一体ペットが作れるな。が、これグローベリーか。あ、こんな風に取れるんだ。なんでグローベリーと、あとこのツツジで、はい、なんだ、シルバーフィッシュみたい。カメか。でも足6本ある。まあ、これから古代都市行くからあんま音を立てないやつとかの方がいいな。お、花が咲いた。こいつの能力はなんかベリーを飛ばして攻撃できるらしい。あと暗視がつくのかな。よっしゃ、これで古代都市行くか。あ、もうでも完全にこれ古代都市に導いてるよな。まあ、だから古代都市ではウォーデンに悟られないように、ちょっと今防具もう結構、あ、もう壊れそうだな。まあ、弱いし壊れそうなんでゲットしたいんだけど、これあるか本当に。まあ、でも松明続けばあったー。おー、ぶねー。確かウォーデンのレシピはこれだね。なんでスカルクとスカルクカタリスト、はい、じゃあスカルク取って、まあ、これもね多分ねシルクタッチじゃないと取れないんだよね。やばい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 、ちょっと敵が多すぎる。助けてー。あ、でもなんかベリー投げてるわ。命中力めちゃめちゃ悪いけど。はい、待って、これチェストないか。あるね。どうだ。あー、来たー。爆発耐性がついたダイヤレギンスか。よし、これでじゃもう作れるんじゃないかな。あ、作れた。こいつだ。え、あれメタナイトみたい。ってことはなんか育ったらすごい強そうじゃない。いや、でも思ったより小さいな。でっかくなるか。おお、あ、アレイみたいなやつだ。衝撃波で相手を攻撃できるらしい。助けて。おお、え、しかもね結構強い。ほら、この衝撃波がすごい形になるんだな。思ってたより恐ろしかったわ。ただ間違いなく遠距離系では一番強いわ。すごいすごい。え、めっちゃ自由に動いてる。やっぱ強いペットだったね。ただなんかそろそろ出てきそうで怖いな。なんかここら辺ねダイヤとかも多いから本当はなんかもっと見つけたかったけど、まあ今回俺たくさんのペットいるからね、まあ、結構ペットの力に任せちゃってもいいのかな。よし、やばい、もう逃げよう。さすがに。そして残るペットはあと1体なんだよね。そのペットがここマングローブにいるらしい。まあ、やっぱちゃんとここも繋がってたね。で、なんだこのアイテム。あんまわかんないアイテムばっかだけど、まあでも、あ、これじゃね。えい、あ、あ、やっぱそうだ。なんてアイテム。マングローブのムカゴ。なんや、ムカゴって。まあでも、はい、ムカゴ取って、あとはこれ多分泥だよね。
はい。あ、やっぱ泥だ。ただもうこれで作れるんじゃないかな。ファイト。あ、できた。なんかカエルみたいなやつ仲間にできるのかな。いや、なんか蜂みたいなやつだ。おお、普通に虫。さ、能力としてはやっぱこいつも毒針を持ってるらしい。しかもやっぱ浮いてるから相手に狙われにくいね。さ、ということで全ペットが仲間にできました。なんとそうすると隠しペットっていうのが解放されて一体だけいるんだよね。それを今からゲットしに行こう。さあ、ということでみんなに集まってもらいました。もうそれぞれちゃんと名前つけました。アーデン、アレイとウォーデンの合体ね。羽沢さん、エリマキ。おい、待って、やばい。あ、花子が2人いるちょ、これはちょっと変えよう。花子2です。そしてズガイドス。もう完全にポケモンだね。よし、これで全体集まったんで一回ね、元に戻るんだよね。はい、ここ。そして全体集めたらほら、こんな感じでボタンが出現して押します。はい、うわー、ゲットした。こいつが最後のペット。かわいい。こいつ進化したら超巨大になったりする。超巨大だ。え、どういうこと。おーおー、 A だ。能力が、え、すごいこと書いてある。あ、乗れるらしい。そしてほら、ビームで攻撃するって書いてある。これマジで対エンドラ用じゃん。ビームどれぐらいの攻撃力してるんだろう。えい。おー、いや強いよこれさ。なんかエンドクリスタル壊すのとか楽そう。さあ、じゃあ最後の名前だ。お前の名前はエイドラ。エンドラに対抗するエイのドラゴンね。エイドラ。よし、じゃあみんな行こうか。誰一人かけることなくエンドにたどり着きたいな。よし、これで、はい、こっちね。行こう、エンドラへ。みんなちゃんと来てるか。あ、いいね、なんか遠足感あるわ。あ、でもこうやってエイドラに乗ればみんなちゃんとついてきてくれるんだ。あ、これね、ここか。行け。わー、この下だ。大丈夫。あ、待って、火事ある、ラッキー。てかさ、そう、俺そういえば防具置いてきちゃったんだよね。もうペットたちに任せればいいやって思って。あ、待って、あ、びっくりした。ゴーレムが俺のペットを倒してるのか。待って、なんで。おいおい、やれやれ、みんなやれ、みんなやれ許すな、ゴーレムを。ちゅ、バイ、後ろ、あー、誰誰やられた。あれ、花子2、花子2をやられた、ゴーレムに。許せねー花子2の分まで頑張ってくるからな。これみんな来れてるかな。はい、あ、来た。おー、大丈夫か。よし、これでポータル探すか。あったー、ポータル。おーおーおー、もうシルバーフィッシュとかもう感じないほどに。あ、待って、マグマには気をつけろ、みんな。あー、やばい、ペットたちがみんな燃えてる。あ、ちょっとみんな入りな。やばい。そんな罠があったか。みんなこうやって水で流して、で雨あげると回復するから、よし、みんな食いな。えい。あ、こうやって立たせると移動するわ。やべ、あ、入っちゃったけど、どうみんな。あ、え、でも何体かは来れてるね。よし、とりあえずまずこの陸に上がろう。みんな来い。あ、オッケー。あ、いや、でも結構来れてんな、みんな。よかった。いて、誰。よし、じゃあここにいるみんなでエンドラ倒そうか。じゃあまずエイドラでこのエンドクリスタルを破壊。あ、できるわ、このビームね。すげえ便利。まさにエンドラと対抗するために作られたドラゴンだ。ドラゴンじゃねえわ、これはエイだよな。うわー、いて。あと近づきすぎんの怖いな。あー、いって、爆発食らっちゃうからね。ただいい感じに破壊はできてる。あ、次これでラストなので、いけ、壊せ。よーし、いた。よし、これでエンドラを倒すのみだ。くらえ。え、でもこの空中でビーム当てるのはマジでむずい。くらえ。あ、真ん中に来たらビーム当たるわ。そしてみんなエンドラブレスに気をつけながら、いけ、みんな攻撃するんだ。俺はでも結構もう防具がきつくて怖い。あ、でもいいね、この遠距離勢がすげえいい感じに攻撃できてる。いいぞ。来た、みんな、いけ、いいね、頑張れー。で、俺はエイドラに乗ってこうビームを出してるか。多分俺が乗らないとビーム出ないからね。いや、ちょっと想像以上にみんな協力できていい。まあでもだいぶ少なく、やべ、エンドラ、エンダーマン来た。助けてー。このアイスボックスの移動速度低下で、いや、ちょっと、でも、ちょっと想像以上に痛い。ただ、いい、そう、俺たちが狙うべきはエンドラなんだ。いけー、もう攻撃しまくれ。やばい、俺の HP が持たない。ただエンドラももうちょっとだ。すごい、エンダーマンすごい倒そうとしてくれてるんだけど、こいつ遠距離攻撃、効いてない。
が倒してる。よやーする。やばいやばい、ハンライフ。これはこれ急いでみんな帰るぞ。あ、あー帰ってきたー。うわーよかった。だーちょっとだいぶ少なくなっちゃったけど、いや今日はねみんなのおかげでエンドラを討伐できたよ。ということでね、みんなもねペットを見つけたら仲間にして進化したらもしかしたら最高の相棒になるかもしれませんよ。ということで次回見てください。じゃあな。